はい、収益還元法について説明します。こちらはですね、不動産の黄金式とも言われておりまして、 V イコール R 分の I といったですね、投資の方程式になります。で、 V っていうのは物件の価格になります。バリューの V ですね。で、 R 分の I の R はキャップレート、資本価率ですね、まあ、投資家の期待利回りということで、投資家がまあこのぐらいの利回りのですね、物件が欲しいといったですね、まあ、期待する利回りを表す言葉になります。で、 I は、インカムの I なんですけども、ネットの収入ですね、ネットオペレーションインカム NOI の I ですね、ネット収入を表します。ネット収入をですね、キャップレートで割り戻すと物件の価格っていうものが出ますので、まあ、こういったですね、収益還元法をですね、用いながら中古物件の価格設定というのをしているという形になります。ですので、この V イコール R 分の I はですね、覚えていただいて、物件の価値っていうのは、まあ、収入でですね、決まってくるということと、あと投資家の期待する利回りで物件の価値が変わってくるという形になります。例えばですね、土地が非常に悪い地域ですね、入居率が苦戦するような郊外の土地で、ありますと、やっぱりリスクがありますので、それだけリスクに対するキャップレート、利回りは高く求めますので、キャップレートが高くなるということですね。またはですね、都心の高立地の場所だと、まあ、空室率だったり、まあ、今後の、まあ、土地の価格だったりですね、そういったことを、考慮しますと、利回りはですね、低くても購入したいっていうですね、形になりますので、キャップレートが低くなるってことになりますね。キャップレートが低くなれば物件の価値が高くなる、キャップレートがですね、高くなれば物件の価値が低くなるといったふうに変わってきますので、この辺がですね、不動産の価値のですね、まあ、決まり方ということで、まあ、覚えていただければと。はい。